今日本人のお尻の穴は弱ってる。知らん。常に僕はボール持ってましたね。寝る時以外は。あ、すごかった、チェンジアップ。マジですげえ抜ける。さあ、お二人ともメジャー時代、まあ、同じ時代にアメリカでプレーをされていましたけれども、うん、行って苦労したことってお互いそれぞれありますか？苦労し、教えてください。だね、苦労したのってやっぱり言葉は、ま、間違いなくもう少し勉強しておけばよかったなって、もう少しなんか片言でもいいから、もう少しなんかこんなにコミュニケーション取れる能力あったらもっと違っただろうなって思うんだよね、うん、このノリで意外と助かったところもあるんだけど、うんうんうん、でもやっぱもっと言葉をなんか勉強しておけばよかったなって思うのと、もう一個あるのね、うん、はい、トイレ。トイレ、トイレはめちゃくちゃ苦労した。まずウォシュレットみたいなのがない。あ、日本でウォシュレットは絶対あるじゃない、うん、どこに行ってもそれこそね、スーパーとか行ってもさ、ウォシュレット必ずついてるじゃん。確かにありますね。だからね、今日本人のお尻の穴は弱ってる。弱ってる。知らん。知らん。弱ってる。ちょっとウォシュレットするタイプだったんですか？そう。だからウォシュレットじゃないともう全然ダメなの。だから、うん、トイレ行くと、球場のトイレとかも、うん、ウォシュレットないよね、これね。いや、それがね、あんの？ボストンはつけたんです。あ、マジで、うん、いつですか？あ、僕らが2007年からかな。あ、ほんと？言って、いいなもうね。だ、結構ね、ごめんね、うん、ボストンはそういうのを結構取り入れてくれてたの。いや、ほんとウォシュレットがなかったから、うん、自分で携帯を持って、うん、携帯のウォシュレットあるでしょ、はい、あれで、もう衛生中とか、やんないで想像にお任せしましょう。そう、それでさ、アメリカのトイレって、うん、こう開いてるの、下が開いてる。なんで開いてんのみたいな。恥ずかしいじゃん、座ってるのみたいな。恥ずかしいでしょ。だから、本当トイレはめちゃくちゃ苦労じゃない。で、トイレ、プレゼントしたことある。トーリーハンターとかに、うん、ウォシュレット、携帯のウォシュレット買っていって、で、これ使ってみとかっつって、どう感想を聞かせてっつって、うんこする時にトイレ行ってあいつと一緒にトイレ行ってね、で、グワッて使うんだよとかって言うから、そのボタン押してとかっつって押すと、うわっっていう、あの文化がないから。そう、ないみんなびっくりする。だからみんなそれ癖になっちゃって。あ、ほんと？みんなそこもう取り合いする、ボストンも。そうだよね、はい。で、ワオって言うもんね。ワオって言うの。だから多分、シューって言った時の、多分感覚は、なんとも言えないんだろうね。もちろん文化の違いだからね。なんとも言えないんだけども。ごめんなさい。お尻の話ばっかりだったので、プレーの話。ついお尻を目指しちゃう。2人ともそういう環境、プレーの面でそこまで気にならなかった頃こそ、MLB にも提供することができたってことがあるんです。ボールはやっぱりもう今でもやっぱりボール滑るんで気になってますし、まあ、そこはもう仕方がないって割り切ってますけども、でも常に僕はボール持ってましたね。寝る時以外は、まあ、お風呂も入る時は持てないですけども、移動の時とかもずっとボールは持ってましたね、はい、もう暇があったらボールも持ってもう、まあ、遊んでましたけども。俺はね、まあ、そうだね、自分がやっぱ変えちゃうと今まで日本でやってきたことが何だったんだっていう気持ちで乗り込んでいったんですよね。だから僕は何も変えずにこのスタイルでなんとか結果を出したいなっていう気持ちがあったんですね。もう少し考え方変えて変えとけばよかったなっていうところもあるんですけど、でもやっぱりそれがあったから自分がこうなんかブレることなく入れたのかなっていうふうに思うけどね。プレーよりもそういう周りの環境に対して苦労。そうですね、プレーはもともともうね、マウンドの硬さ、傾斜も違う、ボールも全然違うっていうふうに言われてたので、うん、そこはもう仕方がないって割り切ってたので、うん、ボールの滑るっていうのはもうめちゃくちゃ滑るんですよ、はい、で、その日本の寒いそのオフシーズン乾燥してるところである程度投げれればいいのかなっていうふうに思ってましたね。実際にすぐ投げられたんですか？投げれないですね。僕もともとカーブピッチャーだったんですけど、カーブが投げれなくて、日本でね、自主トレで投げて、うん、もうカーブを捨てました。だから、うん、カーブを捨てて挟んで投げるスプリットも投げれたんですけど、スプリットは生きると、はい、でもこの2種類だったらやっぱ厳しいんで、どうしようっていうエージェントに話したら、そのチェンジアップの投げるピッチャーがミネソタツインズの方に
おられるから、そのキャンプ前にちょっと挨拶に行って教えてもらうっていうことで教えてもらいに行ったんですよ。これがヨハン・サンタナっていう、うん、あのチェンジアップの名手、うん、まあ、本当にあのパラシュートボールって言ってチェンジアップすごいボール投げるんですけど、その方に教えに行きまして、うん、それであのチェンジアップの握り方全部教えてもらって、彼が曰く言ったのが、あなた日本でスプリットボール投げるか、挟んで投げたことあるか、投げれる、じゃあチェンジアップも投げれるからあの教えてあげるっていうふうに言われて投げれたんですよね。いや俺チームメイトだったから、あ、チームメイト、すごかったチェンジアップ、マジですっげー抜ける、うん、でこうやって投げんだよってやったけど、俺の投げ方と全然違うから、やっぱあれは参考にできなかった俺はね。握り方が違うのかもしれないですね。違いますよね、全然違う、全然違う。2人の握り見せていただく、俺こうね、見て、僕はスプリットチェンジです。僕はサークルチェンジじゃなくてスプリットチェンジなんですよ、うん、スプリットって本当に普通にね挟んで投げるんですけど、それを全部スイムにかけて、なおかつちょっとひねるだけで、うん、すごくこう変化するんだよっていうふうに教えてもらいました。フォーシームの握りなのかしら、両方です。両方、はい、フォーシームのチェンジアップと、うん、ツーシームのチェンジアップ。へー、三振取るときは大体もうあのフォーシーム、いや、ツーシームこういう感じでかけるってこと？こうこう、あ、3つね、はい、あ、全部、え、じゃあこの3本で4つ、4つ4つのスイム、こう、でも絶対スイムにかけなきゃダメです。あ、俺もそうなんだよね、うん、俺もこうやって持っててグローブの中で上げて下ろすときにパコって返る、うん、で結局こういうふうにこうスイムがかかるんだけど、サークルチェンジですよね。そう、それでこっち側にこう行くようにこういうふうに投げれるようにしてたんだ。でカウントを取るときは速いチェンジアップ、そんな落ちなくていいんで、スイムがフォーシーム、あの普通のまっすぐがフォーシームじゃないですか、うん、それで開いてこうやってかけるだけです。なるほど、フォーシームで開いて、はい、フォーシームからちょっと開いてこう全部こうスイムにかけて、これがストライク取るとき、あのストライクってそのカウントを取るため、うんうんうん、ちょっと速くいって落ちるのが少なくて、うんうん、で三振取るときはもう本当ツーシームで、これでもうしっかり決めにっていう、はい、うん、それって最初は自分で考えるんですか、その、あの本とかで。俺だって高校時代からずっと考えたんですよ、これ。きっかけっていうか最初は、あの監督が投げろって言うと、フォーク投げれないんだったらチェンジアップ投げろみたいなこと言われて、チェンジアップって何みたいな、その時で、分かんないから、で、こうやって投げんだって、多分その時の当時の監督も多分あやふやな感じで、どっかでからのもらった情報で話したんだと思って、うん、で、こうやって投げんなってチェンジアップこう投げたら何にも変化しなかったのえみたいな、何これみたいな、だったら自分でアレンジしてみようかって思って、で、初めちょっとこういう風に投げたの、そしたらなんかちょっとシュート回転して落ちたと思って、うん、あれこれもうちょっと深く握ったらどうなんだって5球目ぐらいでこの握りになったの、で、そっからもうこれ5球目だよ5球目で、もうなんか天才なんじゃない、なんか天才なんじゃない、なんか天才なんじゃない、そうかもしれないですね、チェンジアップになったからこそメジャーの活躍をどんどん広げていったってことも、僕はもうそのチェンジアップがなかったら球種がないのでダメだなっていうふうに思ったので、一つ勝負球ができたなっていう感じがありましたけども、メインのキャッチャーバルディックっていうキャッチャーがいたんですけども、その方に受けてもらった時にこのボールはちょっと取っとこうと言われたんですよ、使えるからっていう、それ言われた時は、いや本当かよと思って、うんうんうん、でオープン戦はもう打たれていいって言われてたんですよね。このピッチャーは今年ちょっと嫌だなっていう風に思われたら嫌じゃないですか。そういうためにそのボールは隠しといて、そのヤンキース戦まで取っとこうっていう話をされたんですよ。それまで僕投げてないんですよ、はい、打たれてもいいから、あ、そのボールはヤンキース戦取っとこうと言われて、はい、取っといたんですけども、やるなバルティック。でそこから、ね、そのチェンジアップが使えるってことで、あの僕もこう自信持って投げてたんですけど、ね、やっぱバルティックすごいね、ベテランなだけあるね、すごい。なんであの方は野茂さんもそうですけど、ね、うんうん、4人ノーヒットノーラン受けてる、あ、本当、はい、レッドソックス以上、すげえんだバルティック、すごい。日本プロ野球のピッチャーがメジャーリーグで活躍するために何が一番大事でしょうかという質問なんですが、岡島さんお願いします。まあ、タフさっていうのが一番大事だと思いますし、あとはメンタルですよね。やっぱり気持ちで負けたらやっぱりダメだと思うので、メンタル強い人は生き残れると思いますし、
まあ、そういう意味では僕が一番大事かなって僕は思うんですよね。メンタルを強化する方法って何かされたことあるんですか？僕はもう自分が一番と思ってやってましたから、その人の話聞かない人なんですよ、そういう図太さがないとやっていけないなっていう僕のフォームがもうそういうものがあってると思うんですけども、ブレない、おかしい、ブレない、だからもう自分がこうだと思ったら突き進んでほしいなっていうふうに思うんですね。やっぱブレるとその分やっぱり遠回りしちゃうんで、本当に自分を一番に持ってやってたのが良かったのかなっていうふうに思うんですね。さん何が一番大事ですか？いや、俺は多分大事なのはなんとかなるさっていうその精神が必要かなっていうのも、ね、例えば、ね、それこそだってアメリカで起きてる当たり前のことが日本じゃとんでもないことなのよ。これアマゾンで頼みました、頼んだものが全然違うものが来るってたりするの。これ別にこのことで一喜一憂してたら多分アメリカで生活できない。できない、できないよね。できない。だからもうね、何でもいいけどとにかく自分が思ってたことととんでもない違うことが起きてもまあなんとかなるかっていう考えがあれば多分成功するんじゃないか。もう細かいこともね、気にしちゃうとまあ多分ダメだね。だ神経質な人はダメでしょうね。ね、ダメだよね、はい、多分、逆に大雑把の方がいいです、もういいやって、なんとかなるさって言うの多分、トイレもそう、もうなんとかなるさと思いながらもう自分が一番と合わせておけばいいかもしれないですね。そうだね、うまく合わせたね今さすがだね。まあでもどうだ、メジャーのことでいろいろ語れる人ってなかなかいないし、ね、とにかく、オールスター出てワールドチャンピオンになってるピッチャーだから、それ考えたらいろいろためになることは必ずあると思うし、今後ね、アメリカに行く人もすごくためになったんじゃないかなっていうところで締めたいと思います。どうでしょうか、はい、いいと思います、終わってよろしいですということで、小林本当にありがとうございました。ありがとうございました。